はい、ということでですね、現在、ちょっとあれからね、だいぶ日経ったんですけども、まあね、お葬式も無事に終わって、今現在ね、あれからもう5日目ぐらいですかね、経って今現状、はい、もうね、下にはもうバターも何もございません。もう、ま、フローリングだけにしましたっていうね、昨日ねゲージとか全部も直しまして、はい、今現状もう普通のフローリングにしてね、まあお骨もね全部うちの部屋に全部入れてしまったので、はい、もうリビングには今現状はねもう一匹のワンちゃんといつもの、家になったっていう感じでございます。はい、皆様もね本当に動物飼うのはいいですが、最後は本当に悲しくなりますのでね、ほんまに大事に大事に、飼育環境も良くてね、いい環境で育ててあげてください。はい、そしてね動物はね今日本ではまだものやってなってますけども、ね、なんていうんですか、荒くたい扱いとかにはねしないようにだけ、本当に皆様よろしくお願いいたします。はい、ちょっとね短い動画になりましたが、この辺でまあこの動画は以上とします。はい、 TikTok、Twitter、インスタ、アメーバブログ、ミクシー、YouTube やっております。めいめいチャンネルでね全部統一していますので、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今までは千葉は16年目チワワちゃんをね1ヶ月1回投稿していましたが、これからは、もう1匹のワンちゃんをね投稿する予定なので、またお楽しみにということで、もしかしたら違う子をメインで1ヶ月1回ね投稿するかもわかんないですが、まあその辺はまた動画投稿したいと思います。それではバイバーイ。